お待たせしました。せししまセンンター試験直前リスニング講義第3弾です。いやーセンター試験の平均点が20点台と低いですね国立大学合格には最低8割必要なので5割6割を取ってしまうとそれだけで不合格へ一直線です受験生はリスニングが不合格の要因です そこで私がノーベンでリスニング得点率を8割以上にアップさせる方法を前回講義しました。巷の塾や学校の先生が英語を聞きまくってなれろ、シャドーイング、ディクテーションしなさいと感覚的なアドバイスするばかりです。根本的な解決法を提示しないので受験生もやみくもに言われた方法をやるだけです。 そもそも先生自体がリスニング練習の経験者でなかったりリスニングができなかったりします。その時点で信憑性に欠けます。今日は私が生徒にも実践させてきた方法を無料大公開します。平均点が上がるといけないので非公開化するかもしれません。公開されたらすぐに視聴しましょう。 リスニング講義、第1弾第2弾を聞いてある程度自信が持てたと思います。今日は第1弾第2弾で紹介した「ノーベンでセンター試験直前一気に8割取る」を実践します。えー、そんなことできるのと普通の受験生なら思うでしょう。なぜなら勉強しないとセンター試験は得点できないと 受験生たちはすり込まれているからです紅白歌合戦も見ず初詣にも行かずひたすら勉強した人が受かるに決まってるだろうと親や先生たちに言われ続けてる君たちもそのように思うのです。努力で合格できるならみんな合格します。努力以上に10倍大事なことがあります。それは情報です。 センター試験はすでにパターン化されたテストです。新しい問題が出てるのではなく、すでに問題は出尽くしています。問題作成者の大学入試センターも、過去に出題した問題をアレンジして出題しています。いわゆるリサイクル問題です。それを私立の名門御三家に通う先生や、 バイトではないプロ塾講師たちが何年もかけて分析、新学校の生徒だから私立の名門進学校に通う子は圧倒的に国公立に合格します。どうしても努力だけではアクセスできない情報もあるその情報を手に入れれば短期間でセンター試験の得点を挙げることができます。 高校生なのに目に見えない努力論をいまだに信じ込んでいます。志望校に落ちたらあと1時間努力が足りなかったからだと悔やみます。違いますよね。そもそも知らないことが出ていた可能性の方が高い。その情報にアクセスできなかったら1時間どころか1000時間勉強しても無駄です。 これまでは地政学的に地方の子はいい情報に触れることができませんでした。でも今は YouTube があります。まともな情報を流したチャンネルもまれに埋もれてるので、それから情報を得れば地方の子も大丈夫です。秘伝の情報を得て努力する。それが国公立大学に合格する道です。 まだ第1弾第2弾聞いてない人は間違った方法で解いて得点が逆に下がってしまうのでまずは第1弾第2弾を視聴してからこの講義を聞きに来てください。はっきり言ってセンター試験のリスニングは超簡単です。英語が2回も読まれるネイティブの発音がゆっくりクリアーな音声で聞ける問題がワンパターン。 好条件が3拍子以上も揃っています TOEIC t o e f 英検では考えられません英語民間試験が導入されるとリスニングの配点が倍になり難化します来年までがセンター試験リスニングで得点を稼ぐ大ラストチャンスです8割以上取ってぜひ国立大学に合格しちゃいましょう 前回の講義で大問1を解いてみましたので今日は大問2のリスニングからやっていきますまずはセンター試験の問題を聞いてみますこちらの音声は環境音が入ったり編集でわざとカットしたりしています正確な音声ではないので実際の音声はセンター試験サイトにあるのでそちらでクリアーな音声を聞いてください ただ、講義を聞いているだけではなくて、皆さんが主体的に解いてほしいんです。ほんの数分で終わります。楽しみながら、私が第一弾、第二弾で教えた方法を実践してみましょう。能弁でも面白いほど解けますよ。それでは、やっていきます,れれ7問です。それぞれの問いについて対話を聞き、 最後の発言に対する相手の応答として最も適切なものを4つの選択肢1から4のうちから1つずつ選びなさいでは始めます Question No.7Hey, <number> are you okay?You seem depressed.I dropped my smartphone at the station and the screen cracked.Oh no!Didn't you drop your phone a few months ago? 私の講義パート1パート2を聞いた人はもう笑いが止まりませんね。私が解説する必要もないでしょう。ずばりそのとおり答えが出ています。正解は4。これが受験生が大の苦手なセンター試験のリスニングです。8割どころか9割10割取れるんじゃねと思っちゃいますよね。 努力ではなくどれだけ良質の情報に早くアクセスできるかが重要だと分かったでしょう努力を過度に信じている人はいまだに必死にリスニングを勉強してリスニングが上がらないばかりか他の教科の勉強もおろそかになっています君たちは努力と時間をこの動画10分足らず視聴しただけで上回ってしまった 情報の力恐るべしです。いやいやでもたまたま私の方法が当たっただけではないのと疑いますよね次の問題もやってみましょう Question number eight I'm thinking about asking the boss for 10 days off from next week We're quite busy now. I think it might be difficult. はい。Wife, passport, broad と台本通りですね。アブロード、broad なんてトイックや英検でも出ない古典的なトリックに受験生は引っかかります。悪い大人がいるもんです。 昭和のおじさんが作った問題だと一発でわかります。2が正解。ここまで私の解法が破列してしまうと恐ろしくなってきますね。私の解法を知っているからといって受験生は絶対に油断しないでください。解法の存在が広まると試験パターンがガラリと変わります。 昨年は一気にセンター試験筆記の平均点が上がってしまいました。今年も間違いなく上がってしまうでしょう。問い9です。 問い九はさすがにトリック問題だけではなくなりました英語のリスニング力およびパート1で説明した英語の言い回し問題です「better luck next time h、yeah. e That's too bad」など日常会話集に載っている選択肢が並びます意外と受験生は簡単すぎてこの手の言い回し表現に弱いんでしたよねでも大丈夫 パート1で説明しましまた。何をやっておくんでしたっけそう、日常会話例文を見ておくんでしたね。小一時間もあれば終わります。パート1からだいぶ期間が空いているので余裕で終わっているはずです。There are still some seats left.Talk is cheap がバイトで We'd better hurry が正解。 問10です。Question No.10 Hey, you're walking so slowly. We'll be late for the game. But the traffic light has started to flash. Come on, we can make it if we run. やはり選択肢にいくつも罠が仕掛けられています。何も知らない受験生をいざないます。 問題作成者バーサス受験生の人狼ゲームが繰り広げられています You can't go to the game It looks like a traffic jam を選んでしまいたくなります巧妙な心理トリック初等効果を仕掛けていますしかし私の視聴者はもう心理トリックには騙されません We can make it if we learn Make it 間に合う、No, I don't think it's safe. を選びます。余裕ですね。相手が仕掛けてくる心理トリックを逆に利用します。これで君も人狼芸。いや、センター試験リスニングの達人です。いかがでしたでしょうか パート1、2を聞いてから講義を聞いてくださいと言っても聞かないおそ松くんにはネタバレしないよう少しぼかして説明しました。私の講義を聞いてきてくれた人にはバッチリ届いたでしょう。努力よりも情報がどれだけ価値があるかセンター試験の本番で効果を発揮します。先ほど言いましたが試験形式ががらりと変わる可能性があります。 しかし、やることはパート1、2で説明したことだけです。もし講義できる時間があれば、パート4をセンター試験直前に公開する予定です。公開されたら早めにチェックしてください。やみくもに努力するのではなく、正しい道、正しいやり方を知って、その道にコミットする。正しい勉強対策の情報を知って、 念願の国立大学に受かりましょう。